お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。今回は5月の死者数の速報をお伝えしたいと思います。5月の死者数は、国が発表があるのは7月、7月の下旬になりますのでね、まあ、そこまで待てないということで、5月の死者数、地方自治体が先に発表しますので、分かっているところをお伝えしたいと思います。仙台はですね、先日お伝えしたんですけど、今回横浜と京都が分かりましたのでお伝えします。まず昨日ですね、6月の6日、京都市の今年2023年の5月の死者数が発表されまして、1403人ということでした。で、基本的にはその前の同じ月、5月同士で比べるというのがね、セオリーですけれども、多いのか少ないのかっていうところをね、判断するのに、5月2021年は1322人、2022年、まあ、かなり増えまして、1473人。そこから70人ほど減りましたね。1403人ということで、まあ、心配していたのがですね、5月、ものすごい死者が増える、まあ、そういう可能性もあるんではないかと思っていたんですけれども、京都に関しては、前年よりは減っていると。ただ、前年がね、すごく多いので、そこと比べると減っているという状況であります。横浜。続きまして、横浜市です。横浜市はもう日本最大の市ですのでね、ここが増えてるのか減ってるのかっていうのは大きな目安になるわけですけれども、横浜市の発表が今日ですね、6月の7日ありまして、5月の死者数ですね、2023年の5月、3134人という数字が出てきました。横浜に関しましてはね、2017年から表を僕もね、作っておりますけども、5月2667、翌年2850、2019年は2997、2022年の5月はかなり減りまして2523年。ここはですね、2020年の5月はもう全国的にも死者が少なかったんですけれども、これは緊急事態宣言がですね、初めて出された直後ということで、まあ様々なリスクから人間が守られた結果かなと思っておりますけれども、2021年の5月は2884人、2022年、3000人超えましたね。3107人と。そして2023年は3134人で、前年より少しですね、27人増えたという状況でした。横浜に関しましては、こちらグラフにしておりますけれども、ここですね。この2023年は紺色の5月。ここですね。で、過去6年と比べまして、一番多くはあります。ありますけれどもですね、これ私が5月の死者数をなるべく皆さんに早く伝えたいと思っていたのには、理由がありまして、理由はね、ちょっと言えないんですけれども、ものすごく増えている可能性があるんではないかなというね、予測があったわけです。それからすると、すごい激増ということはね、起きているわけではなさそうだなというところですね。例えばですね、激増の話をすると、2022年のですね、8月ですとかね、12月のこの開きとか、あるいは2023年の1月って、すごく開いてるじゃないですか、過去と比べて。そういったことは、5月ね、起きてしまわないか心配だったんですけどもね、横浜市においてはそれは起きていないということで、こちらがですね、今私が把握している5月の死者数をね、もう早く発表してくれている全国の政令指定都市3つです。仙台、そして今日ご紹介した横浜、京都。ですけれども、この3つの市の去年の5月の死者数を足して、今年の死者数を足すとですね、プラス28人ということで、ね、もう5000人規模で死者がいまして、28人の増加だから、もうほとんど前年と変わらないと。0.51% 増ということで、ほとんど変わらないという状況が見えてきました。で、気になるのはですね、全国でも今年の5月の死者数が増えてるのか、あるいは減ってるのか、それとも激増が起きているのかっていうところなんですけれども、まだこの3つの市だけでは全体をね、語るのは早すぎるとは思うんですけれども、はい。一応ですね、軽く頭の整理をしておきますと、こちらは全国の死者数2010年からですね、今年2023年の3月まで厚生労働省がですね、人口動態統計速報というもので発表しているわけでございます。4月の発表は、今年の4月の発表は、6月の下旬なので、あと3週間ぐらいすると分かると思うんですけれども、
もう4月の死者数につきましてはね、もう大体目星はついておりまして、というのも都道府県がもうかなり発表していますので、もう去年とそんな変わらないですね。この赤とそんな変わらない。まあ、大体この辺に来るだろうという予測が立てられております。で5月はまだまだわかりませんけれどもね、まあ、どうやら今のところ、3つを参考にするとですね、この赤、2022年のね、まあ、近くに来るんではないかなというところでございますね。また最新情報が、はい、次第お伝えできればと思いますし、そうすると、まあ気になるのが個人的にはですね、まあ6月の死者数というのはね、まあ、非常に気になるところではあります。どうなのかね、こちらもまた追っていきたいと思います。最後に一つ告知をさせてください。次回の私の講演予定ですけれども、次回はですね、もう初めてですけども、お寺で講演をさせていただくことになりました。6月の18日、日曜日、午後1時から、午後4時の間で、この時間2時間ほど私ね、講演と質疑応答の時間を頂戴しております。林泉寺という東京港区三田にあるお寺で開催させていただきまして、私の講演だけではなくてですね、僧侶、ね、お坊さん方のバンド、シャモンさんがですね、バンド演奏もあるということで、音楽と講演を聴くイベントとなっております。詳細はこの動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、ご確認いただければと思います。あとですね、こちらのバンド演奏講演の後に、近くで、食事をしながらの懇親会もあるということですのでね、参加希望の方、ぜひこちらチェックしてみてください。皆さんとお話しできることを楽しみにしております。あとですね、講演の内容ですけれども、タイトルとしてはメディアが報じない日本人の謎の大量死とさせていただきました。一番伝えたいのは今これですね。とにかく日本人が例年にない大量の死亡者数を記録していて、全然それが知られていないという事実をお伝えしたいと思っております。でもしよろしかったらですね、東京近辺の方、私のことを知らない方をね、お一人でも誘って、お寺だしいいんじゃないですかね。なんかお寺でやるってことで、あんまり怪しい感じが出ないかと思うので、ね、ちょっと話聞きに行こうよということで、連れてきていただけるとね、ありがたいですね。で、中にはこれまでの講演会でね、私の話を聞いてね、まあ、あるものをね、5月も相当の方がね、されたと思うんですけどもね、まあ、あるものをやめたという方もいらっしゃいますんでね、まあ、私の話ね、難しい話しませんので、わかりやすく基礎からお伝えしたいと思いますんで、よろしかったらね、お知り合いの方、ね、まだね、あれをね、どうするか、検討中の方などね、連れてきていただきましたらね、必ずその方にですね、気づきを与えられる、まあ、そういう講演をしたいと、意気込みとしては思っております。たくさんの方にね、来ていただければと思います。それでは今回は以上です。藤井でした。ごきげんよう。体に気をつけて、また会いましょう。